そっちよ。始まりました。はい、ですね、今日は、はい、藤丸さんと、サッサーの2人で、インスタの方でね、質問を募集しましたので、質問、お悩み、質問お悩みを募集しましたので、結構答えていこうかなということで、あれね、もう質問とかお悩み答えたがり面だから。うちらはもうそういう人の悩みとかを解決することがもう快感だから。多分前編後編でね分けると思うので、たくさん答えていこうと思います。サクサクと。じゃあちょっといきますね。結構来てますよ。あ、結構来たね。まださっき時間経ってないけど。ね、だって経ってないまだ。俺見ない方がいいか。見ないでいく、うん、じゃあはい、いきます。はい、歌が上手くなるコツはということで。でもこれはあれだよね、歌うこと。そう、本当にそう。それはそう。あとあれじゃない、あのキーの高い歌を歌うこと。そうそうそう、うん、そうそうそう、高い声が出るんだね。そうそうそう、真面目に答えちゃったね。ボケるやつか。まあ、いいね、いいね、真面目に答えた。うん、やる気が出ない時ってどうしてますか。やらない。やる気が出るまでやらない、うん、確かに無理してやらない自分。やる、いや俺はやらないよ絶対。今日なんか踊りたくないなみたいな、うん、まあ、やんなきゃいけない時はまあレッスンがあるからな、うん、行くしかないけど、どうしたらいいの。まあなんかほどほどにやる、うん、無理せずということで、うん、そうやる気ない人多いみたいな、そういう人多い。5月病7月だもんね、うん、7月。はい、じゃあ、うん、終わった。はい、じゃあ、うん、小さい時はどんな子供だった？小さい時どんな子供だった？小学校とかじゃん。なんかね、すましてた。めちゃめちゃ俺は。へえ、うん。そう、俺はね。変わってなさそう。でもこんな性格じゃなかった気がする。うん、そう。もっと活発だった？なんか真面目に生きてたから。真面目に生きてた？もっと真面目だったかもしれない。へえ。でもまあ根本みたいなのが変わってないかな。でも勉強とかしてたってこと？いや、そういうわけじゃないんだけど、やっぱなんかまあいいんじゃないみたいな、そういう、うん、まあポジティブ思考みたいなのは変わってないよ。ああ、意外とポジティブ、それは変わってなさそうね。うん、それなかなか変わんない、ね。まあ、周りにいる人によるしね、その他の性格は、うん、確かに確かに、根本以外は、ね、うんうん、ポジティブな子だったっていうことで。漏れる角度は？うん、こっち。そう、うん、俺どっちだろう、知りたい。ささこうじゃん。確かに俺、ただね、こういう全部の足がこうなる。そう、俺絶対こっちだから、絶対こっち座る。あ、そういうこと？そう、だからこう、さっさの方を見て喋った時に、あの、こっちだと顔漏れたいから、絶対こっち。そうなんだ、うん。なんかそんなわかんない感じるよ。写メとか俺多分全部こっちだよ。さっさと撮ってたし。そうだったの。そうだよ、実は多分ね。今年受験生なんですが勉強に向かえません。カツ入れてください。それ俺らがカツ入れて変わる？変わる？まあそういうカツの入れ方ね、うん、だ結局自分じゃん。まあね、俺らが言ったところでね、うん、人に言われても変わんないよ。変わろうと思わないと、自分で頑張ってください、うん、貯金ができません。いい方法教えてください。貯金問題ね、うん、俺めちゃめちゃ貯金するタイプなの。ああ、もうあれも別に使わないから、うん、溜まっていくけど。でそれ貯金しようと思ってないじゃん。しようと思ってはない。俺結構月に、あ、でもし、まあ
これは使わないみたいに決めてる。あ、嘘。うん、あ、なるほど。俺結構ね、無駄遣いしないようにしようって思ったよ、結構。どこで貯金するの？ご飯とか？なんかコンビニとか行ってなんか変なの買っちゃうとかはないかも、うん、あー、些細なね。うん、そう、なんか そういうとこで。でもご飯とかケチんないよね、あんまり。ケチってるイメージ。嘘。うん、昼ご飯とかだな。よ、夜。うん、普通に。ああ、ここ行こうってなってちょっと高いなとか、うんうん、うん、ないよね。それはないかも。俺もそこはケチりたくないのね。うん、美味しいもの食べたいし。貯金ね、どうしたらいいんだろうね。まあ貯金ができません。でもあれだよね、そもそもの収入を増やした方がいいなと思う、自分は。おー、大元をね。うんうん、うん、確かに確かに。10万で暮らしてる人とさ、20万で暮らしてる人ってね、貯金できる額が全然違うからね。確かに確かに。稼ごうよ、じゃあ。働く、うん、貯金するために働く、うんうんうん、なんか深い、深いね、なんかいいいいこと言ったら。もう高3の7月になるのでやりたいことない、ピンチです。逆にありましたっていう話よ、俺、うん、高3の。でも俺結構目標とか、まあどうしようかな、将来ってことでしょ、うん、一応なんか、あの専門に行ったからある程度やりたいことは決まってた。でもなんかやっぱその音楽系やりたいっていうふうに思ってたけど、あー、こうアバウトな感じね、うん、けどね、うん、なんかアバウトだと逆にむずいかもね。でもさ、アバウトでも決まってたらすごくない？高3で、まあ、普通決まってないよ、大学に行きたいとか、うんうん、普通決まってなくて、なんとなく大学行ったりとか、なんとなく就職したりとかするじゃん、うん、だからみんなと一緒だよ、その子も。大学じゃあだったら、まあでも何も決まってないんだったら大学行った方がいいなと思う、自分は、うんうん。痴漢された時の対処法、護身術あったら教えてください。え、自分腕とかバンとかやるよやられたことある？全然ある、全然ある。へ、俺高校生の時に、高校生の時は、あの普通にこう電車で、もう俺結構部活とかやって始発とか行ってたの、うん、でもうガラガラなのにこう座っ、こうゆじ丸が座ってるじゃん、で隣にこうおばさんがね、こう座ってきて、ガラガラなのに隣に、うんうん、でこうやって、おばさんにやられんの？そう、でこう太ももをファーって触られたの。へえー、バンって普通に女かと思って、違う違う、かと思った。高校の時はさ、普通だったからさ、別に見た目も。へえー、そんな人いる？そうそう、いるの、痴漢の人普通にもう倒す、バンって、まあ倒すしかない、倒した。あ、おばさんだったから、まあ勝てるわってなって、なんかこわもてのおじさんとかだったらちょっとあれだったけど、でもだとしてもやっていいと思うよ。うん、こうなんか、でも電車とかでは悪くない？なんか触られたりとかさ、うん、電車とかだったらもうバーンってやっていいと思うよ。だってそうだよ、相手も「え、何？」とはなんない。もうだって満員電車とかね、うん、叩くか叫ぶ、されたことある？ないないんだ。ないね、ないよ普通男は。満員電車とかで、ない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 。ありそう。いや、ない、ありそうっていうのか目で一番好きな歌は？メセモアで。メセモアで一番好きな曲？パシフィック展望台。パシフィック展望台。ああ、いいだよね。合ってる曲。これフラワーウィンド好きなんだけど、うん、なんかすごい最近人気じゃない？いや、みんな好きだよね、あれね。ずっと前から人気？うん、じゃあ DD 内とかでもさ、結構ペアライブとかでさ、あ、歌ってるね。なんかやっぱ人気のとこちょっと涙なとこあるから、あ、浜の着地なとこあるから、みんな好きな曲好きって言っててもみたいなそれの虫だったらそれかな。え、じゃあ何フラワーいいのかな。でもでもみんな好きだよ。まあでもそういうの無視しなかったら、うん、そうかな。フラワーいいの、うん、かもしれない。みんな好きなもの好きなんだね。まあそれでいいかな。最近暑くてしんどいけど、暑さ対策何かしてる？暑さ対策、うん、まあ家から出ない。ああね。極力。
俺結構ね、水の飲む最近水飲む、うん、水をね確かに水、なんか水飲むよね。水飲む、なんか昔もっとさ、え、そうだよ、もう水ジュースばっか飲んでて水の人になっちゃった。いいじゃん、気づいちゃった、水のうまさに。なんか別になんかジュース飲みたくて飲んだわけじゃないんだけど、うん、水分補給としてジュースだったってこと。そうけどなんかまあ水でいいかなって思ったら水で良くなっちゃった。ずっと水飲んでるね、確かに。なんかいいっていう噂を聞いて。いや、いいよ水は体に。好きなお菓子。好きなお菓子、うん、決めた。好きなお菓子、うん、オッケー、せーの、じゃがりこ。スーパーフーチョ。何味？じゃがりこの味は多分違うよ。なんか前問題、チーズでしょ、だって俺チーズ、あー違う、俺はじゃがバター。あー、じゃがバターか。俺絶対サラダ。あーね、で、サラダはないわ、みたいな。サラダが一番ないかも。そうそうそう、じゃがバター。だってサラダがあるからジャガバターなんだよ。だってでも俺ちょっと前まで、ね、うん、チーズがもう普通のやつだと思ってた、うん、あ、でもジャガリコはあの緑と赤のさ、赤じゃん、赤じゃん普通。確かにチーズ赤か、ベーシックは赤だと思ってた、黄色赤みたいな。そう、確かに緑なんだ。それ色判定しすぎじゃない？緑主役にしたんだ。確かにね、そういう時もかまど炭治郎みたいな。スーパームーチョ、スーパームーチョ。でも最近食べてなくない？うん、じゃあ好きじゃないかも。はい、以上ね、以上で、はい、とりあえず前半こんな感じで終わりたいと思います。次は俺の枠で後編もあるので、後編あるんでお楽しみに、はい、ありがとうございました。じゃあね、じゃあね。チョコボ YouTube チャンネルではチョコレートボム YouTube チャンネルではミュージックビデオ、ラブ映像、まるまるやってみた男の、せーの、チャンネル登録。